真冬の1月にひまわりが満開で見ごろを迎えたとの話を聞き、北中城村小木洞の休耕地にひまわりを撮影に行ってきました。撮影してきたのは1月の24日です。休耕地にひまわりやコスモスを植える取り組みは日本各地で行われています。北中城村小木洞自治会でも真冬に咲くひまわりで地域の活性化につながればと10年ほど前からひまわりを植え、ひまわりの里祭りを開催してきました。なおひまわり祭りは3年ほど前からひまわり院北中城として北中城村厚田に場所を移し、2019年は2月9日土曜日と2月10日日曜日に七尾祭公園近くのひまわり畑で開催されます。日本一早いひまわり祭りとして約2万2000平方メートルの畑に植えられた20万本のひまわりを楽しむことができます。なおひまわり畑は2月9日から24日まで開放されます。八重岳では日本一早い桜祭りが1月の19日に開催され、夏のひまわり、秋のコスモスが満開となるこの時期、この後も伊江島の水仙など1月の末から2月にかけては沖縄には3つの季節が同時にやってきます。皆さんも一足早い花の共演を楽しみに沖縄を訪ねてみませんか。ご視聴いただきありがとうございました。おっチャンネルではこれからも沖縄の文化や歴史、観光などを紹介する番組を作っていきます。お楽しみに。それではまた。バイバイ。